広がる日本語での暮らし。スーパーで探し物が見つからない。病院での手続きがわからない。駅でどの電車に乗ったらいいかわからない。そんな時どうやって日本語で聞いたらいいのか、説明したらいいのか。日本語の悩みはあなたの生活スタイルによって様々です。この日本語学習サイトに出演した役者の北条さんに日本語に関する自身の体験談を聞きました。新幹線のチケットを買いに行くときに、片道ですかって聞かれて、多分私は、この片道っていうこの、単語が分からなくて、あ、多分この席の話かなと思って、あ、どちらでもいいですよって答えて、いい間違うことを怖がらなくていいと思います。間違えたらこの片道という単語をもうちゃんと覚えてます。失敗から学ぶということです。完成したサイトの感想を伺いました。動画を、見ていただいて、いろいろこの一番ベーシックの日本語を勉強して、どんどん日本人の方にこのコミュニケーションできるようになってきて、その後にこのどんどんこの日本人の友達、日本人と友達になって、もっと難しい日本語を、習得できるじゃないですか、はい、これは一番ベーシック通してすっごくいいと思います、はい。日本で暮らす外国人が経験する生活の場面に特化した内容なので、あなたの困ったを解決する日本語を勉強することができます。初めて日本語を学ぶ人のために、日本語の文字、音などの特徴や生活の場面でよく使う言い方やその文型についても紹介しています。日本語教室が近くにない方でもスマホやパソコンなどで手軽に学ぶことができます。さらに英語や中国語など5カ国語に対応。より多くの外国人の方のために、これからも分かりやすくよく身につく日本語学習サイトを目指します。どこでも誰でもアクセスできる日本語学習サイトは、つながる広がるで検索。